昭は、中国語官末期から三国時代の食官にかけての、政治家。字は、公演。昭武氏、昭剣の父。慶州霊領軍昭合圏の人。入職前の慶州領友時代の劉備に主寛した。劉備亡き後は、伊持隆前、上昇の諸葛亮を支え、諸葛亮の死に際して、工事を託された。 卓越した政治手腕を持ち、諸葛亮に社職の器と才能を認められ、諸葛亮、非、当院とともに、四将あるいは、四名と称された。関羽廃止後に、孫権に基準した、不可氏に妹が嫁いでおり、不可氏とは義兄弟の関係である。二十歳にして、外弟の竜悟氏と共にその名を知られるようになり、 慶州領有事の劉備に主管した。劉備の入職に随行し、高都県庁に任命された。劉備が高都県を訪れた際、仕事を放置して泥酔していたため、激怒した劉備に処罰されそうになったが、諸葛領の取りなしにより、県庁を罷免されただけで済んだ。間もなく重県令に復帰し、懸案24年。 劉備が、漢中央に即位すると、小書郎に任じられた。健康元年、諸葛亮が、上唱府を回復すると、東総城、後に昇進して三軍に任じられた。建教五年、諸葛亮が北伐を開始した際には、長子の長末と共に留守として、生徒に残り、政治、軍事を預かった。建教八年に、バリスエに代わって、長子となり、 また、武軍将軍にも任じられた。諸葛亮は密かに劉禅に対し、私が死ぬことがあれば、工事を、将に託すべきですと上書していた。謙虚十二年、諸葛亮が死去すると少書令となり、すぐに行都後、仮不死、領益修士士を加えられ、しばらくして、大将軍、六少書時に昇進し、また、安陽抵抗に封じられた。 縁広し元年、御事のりにより、関中にて、大将軍府を開府して、屯んでんを進め、明けて、縁広し二年、大芝に昇進した。職では、諸葛亮の守護は、上将の職は置かれなかったが、将は、軍事統帥の最高位である、大将軍、行政実務の最高位である六将所持、地方行政の最高位である、益州志士をすべて兼務し、 上昇の職権をほぼすべて掌握していた。三国志秘伝によると、国の恩賞、刑罰はすべて冠中にいる賞に諮問され、その後で実施されたという。円広史6年、賞は脅威を、領収支師とした上で北方に当たらせ、日に、大将軍、六将所持の職を託し、自身は、未駐遂する旨を上訴し、認められた。円広史7年、賞は、 以前の諸葛亮による北進作のたびたびの失敗を受け、関水を利用して投進し、義境や常用を攻撃する計画を立てた。しかし、持病により実行できずにいたことと、撤退の困難さを挙げて、計画の反対を唱える人が大勢いたことから、流禅の指示により、計画は実行されず中止された。縁広九年に病気が重くなり、死去。 教皇と送りなされた。当真の常の歌謡国史によると、章の墓所は、にあるとされる。当真の縁広氏の三国名心助産においては、諸君の四名神として、諸葛亮、宝刀、光憲と並んで取り上げられており、諸葛亮の後継者として高く評価されている。また小説、三国志演技でも、章は、有能な政治家として描かれ、 静止同様、交換を歴任し最終的に上昇にまで上っている。生徒武功祠らの小祖像。ありがとうございます。